こんにちは。オンラインレッスン教室コンサルタントのウォンドラ高橋若菜です。今日もこの YouTube 動画をご覧いただきましてありがとうございます。今日はですね、情報発信をするのに同業者が気になって思い切って情報発信ができないという方のために、今日の動画は、撮影しております。今日もですね、今7日間オンラインセミナー、無料オンラインセミナーを今開催中で、今日が4日目だったんですけれども、今日もその夜ね、9時半からあって、11時近くまであるんですけれども、そのオンラインセミナーが終わった後にこの動画を撮影しております。そちらのね、オンラインセミナーの中で参加されている先生方に、お悩みの声がですね、結構多かったのが、情報発信をしなければいけないっていうのは分かっているけれども、同業者がね気になってなかなかできないというねお声が結構あったんですよ。で一つとしてはですね、言いたいのが、その同業者の方、私はピアノの先生ですけれども、私にとって同業者はピアノの先生ですよね。その同業者の方があなたのブログ、そして YouTube を見てですね、お金を払ってあなたのレッスンに来てくれますかということなんですよね。あなたが来てほしい人はですね、ブログを読んで YouTube を見て、他の SNS でもいいですけれども見て、この先生いいなと思ってピアノ教室を探している人、ピアノを習いたいと思っている人にから連絡が来ることですよね。それが目的なんですよ。同業者のピアノ先生に見てもらうことが情報発信の目的ではないんですね。まずそこを抑えなくちゃいけない。なのでどうしてもそのピアノの先生からのいいねをもらえる記事、または認めてもらえるだろうとか、批判を浴びないだろうというような記事を、そこを前提にして考えてしまう人がもしかしたら多いかもしれないんですけれども、そうではなくてですね、あなたのレッスンを受けたいと思っている人、ピアノを習いたいと思っている人、ピアノ教室を探していると思っている人が、先生のブログを読んで、先生の YouTube を見て、この先生いいなと思ってくれそうな記事を書くべきなんですね。そこに、意識を向けなくちゃいけない。同業者にこれを書いたらどう思われるんだろうっていう記事じゃなくてですね、そんな記事を書いていたらいつまでたっても、ピアノ教室を探している人、先生と出会いたいと思っている人に向けた発信にはならずですね、全くそのなんていうか、違う人というかね、全くもしかしたら連絡も来ないかもしれないし、伝わらないわけですよ。それが一つ、大きな一つです。あと、もう一つはですね、そのね、同業者からっていうのは、お知り合いの先生なのか、それとも仲良くしているピアノの先生なのか、ピアノの先生の仲間なのか、わからないですけれども、その近いね、距離の方たちがもし何か言ってくるっていうのは、先生が何か新しく始める時に何か言ってくる人たちっていうのは、大体ドリームキラーっていう風な言葉をねがありますけれども、新しいことを始める時にですね、自分が変化しようと思っている時に、何か怪しいんじゃないとか、そんなの向いてないよとか、こういうことを言ってくる人たちっていうのは、大体先生の近い距離にいる方たちなんですよね。でまずそこを抑えるっていうことで、あとですね、本当に今日もですね、昨日もですね、私のその講座生の先生方にゲスト出演していただいて、講座のね3ヶ月の中でどのぐらい変化をしたのかというお話をですね、していただいたわけなんですよね。でこういった3ヶ月前はこういった私だったんだけれども、こんな風に変化したとね、そういう話をしていただいたんですけれども、そういった話を聞いた参加者はですね、勇気をもらったとか、私もやってみようと思いましただとかね、そういったお声を聞いたわけなんですよ。なので先生がですね、情報発信をしてですね、してなければ今の時代活躍ってできないんですよ。で私は本当に一人でも輝く先生を増やしたいっていうことで、この YouTube チャンネルもやってますし、講座もさせてもらっていますし、この活動をさせてもらっています。ですので、先生が、輝くことによって、そしてあなたの愛する活動によって豊かになるということによってですね、勇気をもらえる、同じ業界の方々がいるということ、そして、ですね、日本はね、ジェンダーギャップが世界で110位と言われております。これはすごくね、やっぱりすごい数字だなって私は思ってるんですね。先進国の中でも、ね、本当にもう恥ずかしいぐらいな数字じゃないかなと思ってるんですけれども、本当にこの社会の中でね、ちょっと女性がやっぱり日本は生きにくい社会だなって、そういうふうに私は思っています。11年の海外経験からそういうふうに感じることが多いんですけれども、ここはですね、やっぱり知っておかなくちゃいけないなと思います。本当に例えばピアノの先生はですね、一昔前までは、専業主婦の方々がするパートの時給よりも高いね、月謝をもらって、家にいながらお仕事ができるっていうふうに、もしかしたら妬まれた仕事だったかもしれないです。それがですね、今本当にオンライン、インターネットがあることによっていろんな働き方があるんですね。なので、専業主婦をしながら、オンラインを使ってですね、お仕事をすれば、稼げないっていうことはないんですよ。ですので、先生ご自身がですね、女性として活躍していく、そして、こんな働き方があるんだ、あなたもこんな風に活躍できるんですよっていうような、勇気を与える存在、そんな風にですね、ちょっと抽象度高くですね、思って、やっていってほしいなと思います。そのためにはやっぱり活躍して輝いていくためには、豊かになるためには情報発信はですね、今必須なんですよ。ですので、ご自身が情報発信をして、そして活躍して、世の中の女性にですね、勇気を与える存在、そんな風になってほしいなと思っています。はい、ではですね、今日の動画見てよかったな、役に立ったなと思われた方は、いいねボタンをお願いします。そして、この YouTube チャンネル登録もお願いいたします。今日も素敵な一日をお過ごしください。